ありますとても特別な作品だった、そしてその数年後ゆきゆきはフォトジョークとしてニューヨークにやっていて双方のスタジオにバンドを引き連れてレコーディングしたそうですよね、そこでも一緒にアルバムを作って素晴らしい作品になったんです、彼女とは東京でも何度も共演はいつもすごく楽しい、あ、大丈夫です。1番だね。